何書いてるの？我が子が喜ぶような物語とはどんなものだろう。そんな思いから11年かけてでも完成させた。シンガポールの異彩が放つロボットバトル超大作。地球の資源を求め来襲する火星軍、全員避難させるんだ。銀河に消えた父と母の後を追い、少年カイはメカパイロットの道を歩み出した。僕のメカだ、一緒に強くなろう。僕らは最強になる。しかし立ちはだかる強大な敵。小僧、でかくなったね。不可能に立ち向かう者たちの戦いが一緒に思い切り行こう。今始まる。メカバース少年とロボット。皆さんこんにちは。君のハートにロックオン。私たち超ときめき宣伝部です。この度私たちの楽曲はシンガポール初のロボット超大作映画メカバース少年とロボットの主題歌に決定しました。はい、私たちにとって初めての映画主題歌です。わー、すごい。ありがとうございます。はい、この映画はシンガポール出身の監督が11年もかけて制作したロボットと少年の絆を描いたロボットバトルアクション映画となっています。いやー、11年すごいね。引き集めも全部されたということで、監督の強い思いが込められたこの映画の、ね、主題歌を担当することができてとっても嬉しいです。主題歌はこの映画のために制作された書き下ろし楽曲なんですが、私たちの今までの楽曲とは、ね、少し違ったテイストでゆっくりとした壮大な楽曲に仕上がっています。歌詞が私たちの気持ちとすごくリンクしていて、私レコーディング中に思わず泣いてしまったんですよ。はい、そしてなんとですね、この楽曲グラミー賞を受賞した宅見正則さんが楽曲プロデュースをしてくれました。すごいことですね。レコーディングもねやってくださって、はい、貴重すぎたよ ね、うん、すごいバクバクで緊張しちゃった。めっちゃ緊張しちゃった。すごく優しくて、はい、くださって歌いやすかったです、はい、本当にたくみさんにプロデュースしていただけるというありがたい機会をいただけて嬉しかったです。シンガポール初の超大作ロボット映画メカバース少年とロボット、もうすぐ公開されますのでぜひ見てください。